韓国女性ソンイェジンが日本のオンラインファンミーティングで、愛の不時着でピョチスを演じたヤンギョンウォンと再会した。ソンイェジンは28日午後、インスタグラムに昨日はオンライン上でしたが、皆さんにお会いできて幸せでした。久しぶりにチスにも会えて嬉しかったです。皆さんにも幸せな出来事がたくさん訪れますようにという文章と写真を投稿した。写真にはソンイェジンとヤンギョンウォンが肩を組んで、明るい笑みを浮かべている様子が収められていた。ソンイェジンは27日、ソウルのあるスタジオで日本のファンとの初のオンラインファンミーティングを行った。スタジオには愛の不時着で共演したヤンギョンウォンも駆けつけ、ドラマ終了後、久しぶりの再会を果たした。愛の不時着は2月に最高視聴率 21.7% を記録し、ドラマ放送終了後にはネットフリックスで全世界に公開され、人気を博した。ソンイェジンは財閥の娘ユンセリを演じ、ヒョンビンと共に主演を務めた。AOA 脱退した自民、SNS を非公開に。JTBC 新ドラマ乱音側、撮影現場スタッフの新型コロナ感染により現場にいた全員を検査した結果、イムシワン、シンセギョンら出演者やスタッフは陰性だったと発表。TWICE、カムバックのミュージックビデオ撮影が完了。一部ファンがデモを通じて JYP に要求していたミュージックビデオ制作会社の変更を受け入れ、今までのナイーブ社とは別の会社が撮影編集。6月のモア&モア以降、4ヶ月ぶり。K-POP カムバック激戦区と言われている10月26日にカムバック。